法文久英宝文久長だからは幕末に流通した戦火。形状は円形で中央部に正方形の穴が開けられている。表面には文久英宝の文字が上下右左の順に刻まれ、裏面には官営通宝真中四分線の十一波のものと同様の波形模様が刻まれている。地方貨幣などを別にすれば、船名としては、 日本最後の戦果である。この文久し絵らの文字には3種類のものがあり、それぞれ納筆の幕角が担当した。文字が解書体のものは若年より、小笠原おさゆきの筆によるもので、まぶみと呼び、草書体のの文となっているものが、老中、板倉勝清の筆によるもので、草文と呼び、草書体で、宝の字が宝となっているものが、政治総裁職。 松平義長の筆によるもので、略多からあるいは、玉だからと、それぞれ呼ばれる。同性で、直径0.9寸、規定量目は9分と、初期の官営通報より軽めである。鋳造は、文久3年2月から慶応3年まで、貨幣価値は4分として通用した。鋳造途中の文久長だから、枝銭と呼ばれる。その後、切り離されて、貨幣となる。 万円元年から鋳造が始まった、官営通り、他から正し鉄四分線が不評であり、かつ鋳造コストがかさむものであったことを受け、四分線を銅線に復帰することとしたが、産出量の絶対的不足から生じた、同時金の高騰などから両名を免じた、銅四分線を発行することになった。新中四分線はこれまで原則として、銀座指導監督の下で鋳造されてきたが、 文久永宝については、銀座監督の下で、江戸深川千田神殿の銭座において鋳造されたものは、マぐミのものであり、銀座指導監督となった浅草橋上の銭座では、草文と略宝のものであった。明治時代の造幣局の分析では銀 0. 0、銀0.060%、銅83.107%、鉛11.227%、 鈴3.217%、鉄0.269%、アンチモン0.489%、ヒソ1.500%、イオー0.387%となっている。安政年間から引き換え回収された、官営通り、宝和文同線21億1424万6283枚の、うち14億2020万枚を、 文久英宝に改中したとされ、文久英宝の総鋳造工は8億9151万5631枚との記録もある。発行当初は、新中4分線の代わりに差し支えなく、通用するよう通達が出されたが、市場における差別通用の実態を追認せざるを得なくなり、慶応元年うるー5月には、鉄一分線に対し、歓迎通り、 タから新中4分線は12分、分級へタからは8分の増付通用となり、慶応3年には自由相場に任されることとなり、鉄1分線イコール1分の基準に対し以下のような相場となった。この相場をもとに、進化条例制定後の旧動化の通用価値が規定され、1円は1両と等価となり、1両イコール1万分という基準から、これらの線価は、 以下のような通用価格となった。これらのうち、鉄線は、明治6年12月25日に、店舗通り宝は、明治24年末をもって、通用停止となったが、文久へ宝は、官営通り宝か同線、新中線とともに、昭和28年末の、小額通貨の整理及び、支払い金の破数計算に関する法律により、廃下措置が取られるまで、 法的に通用力を有した文久永宝は、基本的には、同合金製であるが、放中線の一部には少ないながら、鉄製のものもある。文久永宝の明治以降の法定通用価値は一輪、五もうとされたが、明治時代には、実際には、高知や和歌山、神戸など、地域によっては一輪として流通することがあったという。明治財政史には、 明治10年から明治30年9月までの間に流通不便貨幣として改修、五千銀貨、二千、銅貨、天保通り、宝、文久栄宝の四種が挙げられている。文久栄宝の支中貨幣としては、裏面に、等百、等五十と表記されている大型のものや、小型の一文銭などがある。ありがとうございます。